キキがいる、ユルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。クリスマスも終わってもうじきお正月、今日もまたザットの東光太郎は南原隊員とパトロールの任務についていた。師走の風は厳しいぜ。師走とは先生が走ると書く。12月はそれほど忙しいってことなんだな。南原さん知ってますか？知ってますよ。バカにしちゃいけないよ。先生が走る、ザットも走る。赤とか青なんだいこれは。はい、わかりました。ああ、クリスマスツリーの飾りの星さ、用済みで捨てられたんだ。お兄ちゃん、それちょうだい。私前から欲しかったのよ。あ、いいよ、お星様だ。うん、お星様、ありがとう。もうすぐ正月だが、クリスマスも祝えなかった子供はどうするのかな。何？今の子供は正月なんかなくても平気さ。正月が好きなのは酒好きな大人だけ。よいしょ。はい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 。まだまだ。はい。よいしょ。はい。あら。よいしょ。よいしょ。お餅つきやってんのよ、うん、さあ子供たちは帰って帰って。いくら見てても食べられないよ。どうも失礼しました。なんだみんなこんなとこにいたのかい。こんにちは。さあ帰るんだよ。帰ろう帰ろう。帰りましょう。さあ行くんだよ。つまんないよ。さあどうぞ。はい。さあさあ行くんだよ。沙織さん、あの子たちはすぐ近くにある箱弁っていう母子寮の子供たちなのよ、うん、お父さんのいない子ばっかりなんだね。そうなの。餅も食べられないってわけだ、うん、どうだい、俺たちで餅つきのプレゼントしようじゃないか。そうね、きっと喜ぶわ。よし、やろう。久しぶりに餅つきだな。そうね、餅つきといえばお月さんだが。おう、出てる出てる。ああ、薄いお月さん。あれが濃くなるまでにほかほか餅を腹いっぱい食べさせてあげるぞ。そうね。園長さん、ここでお餅つきさせてください。これはこれは本当にありがたいことで、ザットからのプレゼントだよ。おこれはね、普通のお米と違ってね、もち米っていうんだよ。お餅だ、お餅だ、わっちゃい、わっちゃい。園長さん、お餅はお月さまでつくんじゃないの？お月さまでもつく、この地球でもつく、どこでもつくんだよ。おい、もち米が柔らかくなってきたぞ。そうですか、うん、じゃあまず園長さんからついてください。あ、そうですか。じゃあ昔取った杵柄で、私が杵でつく
あなたが手でこねる。ああ、元気が出てきたぞ。わあ、すげえ。できた、できた。ああ、うまそうだな。始めるから危ないよ。さあ、みんなといて。さあ、みんなといてね。はい。みんな、店長さんに応援しよう。さあ、始めるぞ。よっ。園長さん、どうしたんですか？大丈夫ですか？園長さん、どうしました？ちょっと腰が準備運動をしなかったのがいけなかったんですな。じゃあ、僕が代わってつきましょう。おい、なるほど。任せててください。みんな、応援頼むぜ。よいしょ！よいしょ！よいしょ！お月様が爆発したみたい。しかし、なんだろう。おかしいですね。うん。本部に聞いてみましょう。お。本部。はい、本部です。月の付近に異常はありませんか？今のところ異常はありません。了解。東、ちょっとパトロールしてくる。ここは頼むぞ。あ、そうですか。わかりました。さあ、どんどん着くぞ。さあ、みんな危ないからどいてね。みんな、さっきのように応援をしてくれよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。だんだんお待ちになってきた。怪獣の食べるガムみたい。ダメダメ、そんなこと言った。怪獣が食べに来るわよ。そんなことあるもんか。怪獣はガムは食べないから。それよいしょ、よいしょ、もう一つ。ああ、怪獣だ。それ見なさい、あんなこと言うから食べに来たじゃないの。いかが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 こちら東。あ、怪獣が失礼しました。東京上空を南の方に向かっています。よいしょ。おい、あれなんだ、あれ。了解。
に寄るな。風船をぶち抜いて地上に落とすぞ。やつは月から来た怪獣だ。月なら地球と同じ元素でできているから宇宙怪獣の反応がないことの説明はつく。なるほど。そういえばあいつウスそっくりだったな。前代未聞のお作り怪獣の行方は。ねえみんな大丈夫よ。ザットがきっと怪獣をやっつけてお餅つきに来てくれるわ。東さんが来ましたよ。怪獣は？うん、逃げられた。どこに潜んでいるかもわからないんだ。そうじゃないか。お正月が逃げてしまうよ。つまんないわ。せっかくのお餅が食べられなくて。すまない。でも明日は必ず休けるからね。誰かピアノを弾いてますね。え？光太郎さん。見てるの？ピアノだ。何も見えないじゃない。あなたウルトラマン太郎さんでしょ？怪獣のことでお話があります。一緒に来てください。光太郎さん。太郎さん、私前のエースと一緒に働いていた優子です。エース兄さんに聞いたことがあります。月の方だとか。あなたが一生懸命地球のために働いていらっしゃるの、私いつも月から頼もしく拝見していました。いや、僕なんかまだまだ。優子さん、今度はうちのもちろんがバカなことをしてすいません。は？じゃああの怪獣は月の。はい、でも半分は地球のって言ってもいいんですよ。どうしてです？月の表面にある黒い影、あれは実は私たちの海なんですが、地球の人はウサギがお餅をついていると長い間信じています。お月見にはお団子まで備えます。
その気持ちが月に到達して長い間についに本当に臼のような生き物になったんです。なるほど。そしてとうとうあのもちろんは今度は逆に地球の本当のお餅が食べたくなってしまったんです。それでか。しかしもう十分食べたはずですよ。すいません、いろいろご迷惑をおかけして。私にはあれがどこにいるか分かります。私が帰るように説得します。あれがうんと言ったら、すいません太郎さん、もちろん地球の引力の外まで連れ出してほしいの。わかりました。じゃあ案内してください。僕らにはどこにいるかわかんないんです。あれは山の中に潜んでいます。さあ行きましょう。では太郎になりましょうか。いえいえ、そのまま。私がお連れします。太郎の姿を見てもちろんが暴れると困りますわ。じゃあ。あれや、あれさ、あ、そんな回ると目まちまうよ。あの、なんか洋館な。いや、もう。もちろん、もうこれ以上地球の人に迷惑をかけちゃダメよ。私と一緒に帰りましょう。いいやね、こった。金て念願の餅を、この際払いって金と俺帰らねえぞ。大事よら、地球の連中の気持ちが凝り固まってできた、もちろん様なんだ。この際、大いにご馳走してもらいたいと思ってるんだ。地球の、日本の餅は柔らかくてうめえぞ。おらさん、新潟で暴れまくるつもりだ。どうしてだ？そりゃめえ、新潟の米はめえってからよ。そりゃおめえ、人間のくせしてなんで俺と話せる。僕はウルトラマン太郎だ。そうか、おめえが太郎か。俺は前々からおめえと力比べしたいと思ってたぞ。何しろ俺は年中餅ばかり食ってるから力持ちなんだ。おっ、やめろ。おい、殺してみろ。だけどな太郎、俺
俺様が死ねば月のあの黒い影はなくなっちまうんだからな。もう月見もできなくなっちまうぞ。それでもいいなら殺せ。なお太郎、許してやれ。ウルトラの父。おお、ユウコ、久しぶりだな。俺、もちろん。いい加減にして月に帰れ。新潟にまで行って餅を食うなど、とんでもない話だ。だけんど。黙れ、黙れ、帰るのだ。それと帰る前に、お前が盗んだ分の餅を返すのだ。そんな無理言っても、食べちまったのも、しょうがないでしょ。どうするの。だから、お前が臼になり、餅をつくのだ。やべえ、地球に来てまで餅つかなくちゃならねえなんて、まったく。よいしょ。よう。よいしょ。孝太郎さん、園長さん、みんな、お餅ができたわよ。孝太郎さん、どこ行ってたの？それに、この餅どうしたの？沙織さん。みんなお餅を食べよう。うわー。その前に手洗ってらっしゃいね。はい、行こう行こう。僕はあんこちゃんだ。おっきな子。あ、そうだな。おいしそう。おいしいな。孝太郎さん、孝太郎さん、お正月のお雑煮なんか食べてる暇はないよ。凶悪虫合体怪獣タイランと率いる35匹の大怪獣、ウルトラ兄弟決死の防衛戦を突破し、地球へ向かって怒涛の進撃だ。さあ来週のウルトラマンタロウ、みんなで見よう。